この首長たる内閣総理大臣が特定秘密の指定及び、その解除の並びに適正評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準案を作成すること等、こういったのが18条、あるいは4項の中で具体的に盛り込まれたものだと承知しております。例えばですね、我が党が主張していたこの内閣の一元化を図っていくためにですね、防衛大臣とか外務大臣が 特定秘密の指定解除等が適切に行われているか否かを、有識者の意見を踏まえた上えで、内閣の首長たる総理大臣がチェックすることにするということが規定されたわけでありまして、そういった意味で一定の機能を果たすことが可能だと考えております,す山田太郎君。えっと法案安出者にもう一度お伺いしたいんですが、同じ質問になりますけれども、特定秘密の中身まで立ち入って指揮命令ができるという解釈でよろしいでしょうか。 畑中衆議院議院員、えー、お答えします。えー、まずですね、あのー、この特定秘密、約、まあ、42万件ほどあると言われておりまして、えー、これらすべてを、まあ、総理がチェックするというのは、現実的ではないと思います、まあ。しかしながら、こういった規定を設けることによって、あの一定のですね、えー まあ、効果というのも、お指揮監督権という観点から生まれてくると思います。えー、また、あこのお、前提としてですね、えー、この十八条のお話と、あ不足九条で、えー、出てきた、この第三者機関の話というのは、まあ、 切り分けて考えていただくことが必要かと思いまして、えー、まあ総理の答弁でもありましたように、この例えば米国の省庁間、上層委員会、あるいは情報保全監督局、まあ、こういった形で何らかの,そのチェックをする機関を設けていくことによって、合わせてこういった効果を期待することができるというふうに考えております山田太郎君。 えっと、まさに第三者機関の、まあ、設置という話に、えー、なりましたんで、ちょっとその後についてもですね、えー、触れていきたいと思いますが、 えー、これはですね、総理も先日のお、まあ、衆議院の委員会の方で、えー、第三者機関の設置については、私は設置すべきだというふうに考えておりますと、まあ、力強い答弁をいただきました、そこで、えー、ご質問したいと思いますが、諸外国のどのようなモデルをですね参考に作られてい、えー、こうとされているのか、まあ、何かの委員が同じようなことを聞いたかもしれませんが、もう一度確認の上森大臣にお伺いしたいと思います。森国務大臣はい第三のですね えー、内容については、米国の省庁間上層委員会や、情報保全監督局を参考してまいりたいと思っております山田太郎君えと。その第三者機関の機能なんですけれども、基準やルールのみのチェックをするのか、または個別のお秘密情報の中身についても踏み込むことができる機関なのか、そのあたりの機関のです、ね、立て付けはいかがでしょうか、森大臣、お願いします。森国務大臣 米国のです、ね、省庁間上層委員会は、行政機関からの児童秘密指定解除の適用免除についての申請に対し、その任用棄却等を行っているものと承知をしております。 また、情報保全監督局は、秘密指定の実施等が適切に行われているかについて監査等を行っているものと承知をしております。これら二つの機関をモデルにすることを前提といたしますと、やはり場合によっては、秘密の中身まで見ることも考えられるかと思いますが、いずれにせよ、詳しい中身については、また今後、準備室を設けて検討してまいりたいと思います。 山田太郎君その期間を設定した場合にです、ね、今後、立法措置というのは取られていくんでしょうか森国務大臣これについても、これまでも他にもご質問いただいたところでございますが、その内容がどうなるか検討した上ですね、えその内容によって、法的措置が必要か否かについても併せて検討してまいりたいと思います山田太郎君。 えとこの省庁間機密指定審査委員会等を含めて、森大臣の方うはです、ね、ずいぶん研究されているということを、まあ、何回か答弁でもお伺いしているんですが、それではお伺いしたいと思うんですけれども、例えばです、ね、この審査委員会がいわゆる審査請求した場合、どれぐらいの情報がです、ね、最終的に開示されたのか、その辺の比率についてはご認識ありますでしょうか森国務大臣、はい。その数については、調査の上お答えをいたします。 山田太郎君。えっと、実はですね、えー、この委員会はですね、えー、2012年、約82%の文章に関してですね、全部または部分的な機密解除を、まあ行っているんですね。えー、請求がありましたのが37万2354ページ、そのうちですね、なんと27万1140、456ページ、えー、全部機密解除をしていると。 で、八万六千五百八十七ページに関しては部分機密解除ということであります。え、これぐらいですね、私の方でも情報を手元にあるわけですから、え、今後のスタディではなくてですね、これを総理に進言されたということなんですから、ぜひ、え、きちっと中身をですね、早急に詰めていっていただきたいな、というふうに思っています。え、さて、え、第三者機関としてはですね、もう一つ重要なのは、え、国会にその機関を置くということでございます。 えーまあ、アメリカでは連邦議会の中に、えー、そのです、ね、上院、えー、情報特別委員会および下院常設情報特別委員会が、まあ、あ存在しております。えー、こういう機関をお国会の中に作る必要があるかどうか、これも、まあ、いろんな委員が聞いてはいるんですが、改めて確認したいと思います。これ官官房長官よろししくお願いします森国務大臣 え国会の方法で,です、ね、どのような委員会を設置するかについては、あ国会で、えー、決められるものというふうに承知をしております山田太郎君、菅官房長官もぜひご答弁いただけますでしょうか、菅内閣官房長官。そこはあの政府から申し上げるんなくて、やはり国会についてはやっぱり国会ということにつきていると思います。 山田太郎君もう一つですね、総理の有識者会議というものもです、ね、検討され、議論されているようですが、この第三者機関の一つであると認識されている有識者会議ですが、これも秘密情報の中身まで踏み,き踏み込んでチェックをするという形を取られるのかどうか、これは多分ん、養の問題ですから、菅官房長官になのかもしれませんが、お答弁いただけますでしょうか。森国務大臣 十八条に規定をしております、あの、有識者会議についてのご質問だと思いますけれども、これについてはですね、えー、基準う、またはあ指定の件数う、それから解除の件数、それからあ秘密の期間等をですね、えー、チェックをすることを想定をしておりまして、えー、秘密の内容まではああの見ることを想定をしておりません。 山田太郎君、えー、そうするとですね、あまりこの有識者会議というのは、このおいわゆる第三者のチェック機関としては、まあ、どれぐらいの効果が発揮できるのかなというのは、ちょっと疑問の残るところでございます。さて、えー、それではですね、防衛、えー、それから自衛隊がですね、本件運用するというところについても、少し話を進めていきたいと思います。 えー、このですね、まあ、今回、秘密保護法のベースには、自衛隊法というものも一つあると思いますが、まあ、本当に多くの秘密をです、ね、自衛隊特定機密として扱っているかと思ってます。まあ、今度、その中で NSC で,です、ね、国家安全保障戦略、まあ、いわゆる NSS だと思いますが、これを策定するというふうに聞いていますが、それ自身はどのレベルまで国会ならびに外部に開示されるお考えなのか、ちょっとそのあたり、防衛大臣にお伺いしたいと思いますよろししくお願いします。 小野寺防衛大臣あの国家安全保障戦略の話ですのであの、まあ、私が所管ではなく、官房長官なりが適当かとは思いますが、あの今、えー、検討されている内容につきましては、基本的にこれはあの、えー、このような方針でいくということで、対外的にあの、えーあのー、公表することを前提に議論されているというふうに私ともは承知をしております。 山田太郎君えと。その中身については、それではすべて開示していくということで、官房長官、よろしいでしょうか。菅内閣官房長すべ、えー、て開示の予定です。 山田太郎君次にですね、えぇ、ー、開示の問題でもう一つ踏み込んでいきたいと思うんですが、過去にですね、情報提供、開示されていた情報が突然、まあ、秘密指定されて、情報開示がされなくなる可能性があるのかどうか、ちょっとこのあたりについてもお伺いしたいと思います。例えば私がですね、かつてあの、えー、年間自衛隊がですね、スクランブル発信をどれぐらいしているのかという情報を、まあ、入手したところですね、細かくどこ向けの国に対して何年度何回発信したということを、まあ 実際、えー、数値としていただいているんですねこのように、まあ、一度でも、えーまあ、国会ならびにその他に対して開示したようなカテゴリー、内容のものに対しては、今後、これが突然秘密指定されて、今後は出ないなんていうことがあるのかないのか、そのあたり、えー、これ、森大臣の方お伺いしたいと思います、よろしくお願いします。森国務大臣えこれはですね えー、第3条のです、ねえー、公になっていないもの、つまり非公知制のです、ね、要件を書くと思われますので、一度開示したものはならないと思います<上>山田太郎君えと。つまり、例えばあの25年の第一四半期までは、例えばスクランブル発進の回数は出てるんですが、例えば平成26年とか、今後27年にわたって、この数字が突然出なくなるようなことがあるのかないのかということをお伺いしたいと思います。 小野寺防衛大臣あのあの全体のことについては、あの森大臣かと思います今、スクランブルのお話がございました、えー、これは現時点ではあの防衛秘密には入っておりません、そして防衛秘密はそのまま特別秘密に移りますので、や特定秘密に入りますので、現在入っていないということは、今後もあのそういう秘密には入りませんので、私どもとしては公開をしていくことになると思います。 山田太郎君今のようなご答弁、大変これは重要だと思いますけれども、森大臣、えー、そのとおりでよろしいでしょうか、つまり今まで行政が発表していた法律、あごめんなさい、文書、情報の同じ内容のもの、同じカテゴリーのものは、一切特定秘密として今後、指定することはない、えー、これでよろしいのかどうか、ご答弁いただけますでしょうか。森国務大臣今まであの発表していた文書についてはあの、特定秘密になることはありません。 山田太郎君もう一つ、本件でお伺いしたいと思います過去開示、提示されていた事実を指定すれば、仮に官僚等が間違えて特定秘密にしてしまった場合に、えー、直ちに解除されるのかどうか、このあたりも森大臣、お伺いしたいと思います森国務大臣。はい、間違って、えー、特定秘密に指定し,してしまった場合には、直ちに解除することになります。山田太郎君 えー、次はです、ね、特定秘密の武器使用についても少しお伺いしたいと思います。えー、小野寺防衛大臣にお伺いしたいと思うんですが、まあ、自衛隊の装備品の中には、ね、多分いろんなハイテク品だとか武器がありまして、えー、特定秘密に該当するものも多くあると思います。えー、ただ、そういった武器を扱う隊員というのはです、ね、適正評価を受ける必要があるのかどうか、このあたりもお伺いしたいと思います。小野寺防衛大臣 えー、あの使う装備はさまざまありますが、あの装備の中で、えー、特にあの特定秘密に、えー、指定されるべき装備については、えー、それを扱う、えー、隊員については、あの今、委員ご指摘のように、えー、それなりにあのクリアランスが必要だというふうに思っていますし、あの現在もそのような対応をさせていただいております山田太郎君。えとそれでは、今度有事の際にはです、ね、多くの自衛隊員がです、ね、作戦に参加することになると思いますが、この場合は一体どのように適正評価されていくんでしょうか。 小野寺防衛大臣防衛省はあの基本的にさまざまな状況に応じて対応することが求められております。ですからあの、今、委員がご指摘がありました、有事の際にもしっかり防衛秘密を扱うような装備、防衛秘密に有するような装備を扱うものに関しては、対応できるような、そのような有資格者の範囲を指定して、あの えー、クリアランスを行っております山田太郎君えと有事はまさに有事で起こるわけですから、事前にそれではです、ねえー、有事が起こりそうなときに、えー、オペレーションする隊員については、事前に適正評価をすべて取得という判断なんでしょうか。小野寺防衛大臣 あのえー、基本的に今あのおっしゃるようだと思います、えー、有事が発生した場合、えー、どのような部隊がどのようなあの行動を起こすかという中で、私どもとしてはあの必要な対応を取りますし、その必要な対応の中で、えー、当然、あのそのような秘密を扱うものに関しての範囲を、えー、私どもとしてはあのしっかり把握をし、対応しているということであります山田太郎君。 えとそうすると、それぞれの防衛装備に対して特定秘密にされている、それぞれについて、すべての隊の名前をですね、いわゆるい当てていくとか、ですね、そういった具体的なオペレーションが本当にできるんでしょうか。小野寺防衛大臣あの。一般論としてお話をしますと、例えば、えー、防衛秘密に指定するような装備というのは、えー、それはあのかなり。 当然、それを扱うものに関しては、専門性が必要だということになります。あのその専門性を有しているものが、今お話あしりしたいような、それぞれの秘密を守れるようなクリアランスを、えー、受けているということだというふうに思っております山田太郎君。時間がなくなってきましたので、次いきます。萎縮効果について少しお話ししたいと思いますが、いわゆる密室の行為というのが、この委員会でも話題になっているかと思います。 でえー、取得しようとしたものが特定に秘密あることを知らなかった場合は、その情報を入手しても、この法律では罰せられないということなんですが、ま,あ、まさに、えーえー、密室の行為ですね、えー、この法律では情報を取得行為について、この密室の行為が、まあ、成り立つのかどうか、その可能性はあるのかどうか、森大臣お伺いいいしたいと思います森国務大臣。 特定秘密を不正に取得した罪に問われる場合には、取得者は自らが取得したものが特定秘密であることを認識していなければなりません。一般に故意は犯罪事実が実現されることは確定的なものと表彰しておりますが、犯罪事実の発生そのものを不確実なものとして表彰しつつ、かつこれを任用している場合、いわゆる密室の行為でも足りるとされております。従って、えー 例えば特定秘密を取得するかもしれないと認識しつつ、それを任用して、えー、不正アクセスを行う場合には、本法第24条の不正取得罪となりうる場合もございます。山田太郎君。つまり密葬の声はあるというふうに理解して、可能性はあるということでよろしいんでしょうか。森国務大臣。えー 密室の恋も恋でございますので、もちろん認識はなくてはいけませんけれども、その密室の恋というのは通常の恋に含まれますので、これはありうるということです山田太郎君えと。知らなくても密室の恋が成り立つとです、ね、罰せられちゃうということなので、これは大きな意識効果だというふうに思っております。 でそれからもう一つはですね、えー、嘘の秘密指定がされた場合ということも少しお伺いしていきたいんですが、これは特定秘密だから答えられないと、まあ、嘘、あ,あるいは誤った発言をした場合にですね、まあ、どうなるのかということであります。まあ、取材する側からすればですね、真実を確かめられない以上近づくと罰せられる可能性があるわけですから、まあ、その情報になかなか近づけないというふうに厄介なことになるかと思います。まあ、こうした件、もし嘘または誤った発言をした場合、何か罰せられるんでしょうか。森大臣よろしくお願いします。 森国務大臣ご指摘のように、虚偽の発言をしたり、特定秘密の取り扱いの、と虚偽の,あの発言をした場合はです、ね、特定秘密の取り扱いの業務に従事するものはです、ね、本法案により処罰規定はございませんけれども、状況に応じ、国家公務員法の信用失意行為をしたものとして処分されることがあるものと考えます。 山田太郎君。えっとですね、あの、懲戒処分の理由として信用失墜行為というのはあるだけで、刑罰としては、まあ、他にないのかということは非常に重要だというふうに思っています。えー、まあかたやですね、特定秘密にアクセスしようとしたら、もしかしたら、注意義重になる可能性を持っていてですね、かたやそれが特定秘密だと嘘をついても、何の刑罰もないと。 いうことでは、やはりですね、相当なですね、取材する側がですね、まあ、萎縮、バランスが欠いてるんではないかなと、まあ、こういうふうにも思っております。ぜひ、そういった意味でお願いしたいのは、えー、国家公務員の倫理規定の中に、特定秘密でないものを特定秘密であるということを、まあ、誤った発言、または嘘をつくことの禁止事項を、えー、きちっと定めていただきたいなというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。<臣>森国務大臣。 特定秘密の取扱者に対する倫理規定についてはあの、規定をしていく方向で検討しておりますので、委員御指摘のことについてもおしっかりと検討してまいりたいと思います。山田太郎君。えとこれは施工まででに必ずですね、効果を大きく…うん。 関係しますので、ぜひお願いしたいというふうに思っております、さて、裁判で特定秘密を解除するケースというのも、少しお話ししたい、あの質疑したいんですけれども、えー、インカメラ審査ではなく、公,公開法廷に対して秘密、特定秘密を解除して、弁護士も含めて、えー、提供する情報を提供する可能性があるかどうか、えー、そういう具体的なケースは可能性としてあるのかどうか、森大臣、お伺いしたいと思います。森国務大臣 例えば、ですね、インカメラ審査を経た後ですね、証拠開示命令が出された場合には、証拠として開示をされることになります。山田太郎君。えとぜひ、ですね、裁判を受ける権利、えー、そのお国民がですね、この法律によって裁かれる状態になった場合に、 えー、そういうことがないように、インカメラ審査では何によって裁かれているのかは、裁かれている人、弁護士もさっぱり分からないままで裁判が進むということであります、ぜひそれは総理大臣の方で解除命令を基本的にやっていくんだというような立ち付けにしていくのが、私はいいと思いますが、その点、森国務大臣、えー。特定秘密はあ、国民の生命と国家の存立のために、 えー、公開することがあ困難であるということで、特定秘密に指定されているわけでございますので、えー、公開の 法廷に出すということが非常に難しい中で、裁判官がインカメラ審査をして、裁判官がまず秘密の中を見て、そして証拠を開示するかどうかを決めるわけでございます。そのような場で、司法の自立権の中で、裁判官が証拠開示命令を出した場合には、証拠が開示をされると、そういう手続きになっているものと承知をしております。 山田太郎君。えっと、時間になりました。まさにこの法案ですね、えー、最初に述べましたように、まあ、国民の知る権利の侵害、それから行政の暴走をですね、あるいは秘密化を進めない、行政間国民に対する執行化をさせないということで、質疑で正してまいりましたが、どうも、いまいちですね、なかなかそのようになってないなということを残念に思っております。えー、私の方、これで質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 井上聡君。日本共産党の井上聡です。え法案で大きな問題になっているのが、え特定秘密を取り扱う者への撤